こんにちは。ジャズギタリストの布川俊樹です。今日は2020年4月1日、コロナ元年4月1日っていう感じですけどもね。エイプリルフールだからこんなこと言ってるわけじゃないんですけど、エイプリルフールでまたこういうねスーツにネクタイなんていう格好で、映像を撮っておりますが、これはどういう気持ちかと言いますとですね、今週から大学の新年度でいろいろオリエンテーションとかね、新入生に対する面接とかそういうののある週だったんですよ。それはもちろん中止になりました。ということで、ジャズ、もう大学に限らずね、ジャズの新入生に対して今日は僕からですね、これエイプリルフールのインチキじゃないですよ、皆様に最初のレッスンをお送りしようかなと思って、レッスン映像を撮ることにしました。ここに僕の新しい教則本があります。3月13日に、発売されまして、なかなか売れ行きやら評判も、好調と聞いております。お買い上げの皆様には本当に心から御礼申し上げます。どうもありがとうございました。これはジャズ・ブルース・ギターの金字塔という、タイトルの教則本なんですが、やはり僕はジャズの基本はまずはブルースにあると思っております。ということで今日はですね、新入生とレッスンできるのもいつになるかちょっとわからないので、僕からですねバーチャルレッスンの ネタを提供しようかなと思いましてですね、ブルースを2曲ほどメトロノームに合わせて演奏していました。テーマを弾いて、その後僕がソロをやる、でその後、僕がバッキングをする、つまり僕とバーチャルデュオができるんですね。ブルースはですね、まあ一番よくやるキー F のブルース、これはジャズブルースのギターの金字塔でやってるソニー・クラークのクールストラッティングっていう曲を弾きました。それから、それはちょっとやっぱりジャズ初心者向けかな、もうちょっとテンポ早い感じで B フラットのブルース、これも有名なブルースなんですけども、ソニー・ロニンズがジョン・コルトレーンとね、トゥーテナーでやってる有名なアルバムの、タイトル曲なんですが、テナーマッドネス、この2曲を、これはちょっとテンポ早いから、中級者向けかな、2曲を僕が、まあ、カラオケっていうか、皆さんとバーチャルセッションできるような、映像を撮りましたので、ぜひそれに合わせてこの巣ごもりの時期、ジャズブルースからこうね、ジャズにこう、ね、新入生として入学するみたいな、つもりで練習してもらえればいいかなと思います。からもちろん弾ける人も一緒に僕とバーチャル共演、ライブの機会もちょっとここんとこなくなっていくような気もしますので、できたらいいかなと思います。